はい、さあ久しぶりに来たな。呉駅までやってきましたけどね。ああ久しぶりだ。え、3年ぶりぐらいか。お、来ましたね。さあ呉ですね。でさあ何やかんや言ってもう9時10分でね、時間になってしまってるんでね、さあこれ先を急がないといけません。秋髪は巻かないといけないんですけどね。でね、まあいいこと思いついたわけですよ。なんでじゃあね、さっきのやつ乗っとったらね、横川か駅行けてそのまま行けるんでええやないかって感じなんですけど、いいこと思いついちゃったんですよね。このままにするとね、それ鉄道歴はね、確かにね、青春18切符だしいいんでしょうけど、やっぱしね、それじゃね、つまらんじゃないですか。いいこと思いついちゃったんですよね。こっからあれ使いましょう、船。せっかく船来たんだし、船乗らないとね、始まらんでしょうということでですね、船でね、だって岸をぐるっと回ったわけじゃないですか、電車の方。船でショーって言ったら早いっしょってことでね、これでショートカットしたろうやないかという、分かってますよ。絶対バカバカしいことやろうとしてるのは分かってますけどね。まあせっかくなんでね、行ってみて、でどっち来るだろうな。もしねタイミングよく雇用の方行くのがあるんだったら、ちょっと江田島寄ってくっていう手もありっちゃありですけどね。とか寄りたい。さあってことでね、ターミナルの方を向かっていきましょう。まあここはね、昨日動画でも道中ね紹介したこともありますし、歩いていけるというのは分かってますからね。ちょっとユニタウンでちょっと飲もうかと思うか。いつぞやもそんなことやったな。そうね、せっかく瀬戸内来てんだから船の人一回は乗りたいですからね。よいしょ、あもう見たくないと思うか。今までの時間ってどうなってるんでしょうね。ここぐるっと迂回してなあかんのか、それともここを開けてくれてあんのかな。よし、よし、やっぱ夢タウンの中はね、里駅近地なんで、ここをそのままぶっちぎってくるね、形になりますね。行っちゃいます。さあ、ということでね、ドーンと突っ切ってきたら、もうこれがこういうルートなんですよね。で、大和ミュージアムがあると。大和ミュージアムはまだ開いてないから10時からかな。ちょっとうちも先の工程がね、今回はね、だいぶ詰まってるんでね、フェリーの時間見てですね、10時からなのかな。でも
か辺でも海上自衛隊の教育隊があったりとかね。あー、呉北館出てきたな。やっぱ港の方に行くとやっぱ こっち来ると、あー、呉北って気分になってきますね。中央使用館のところな、あっちの方も10時からかな、まだ空いてないか。中の売店はやってそうかな。まだみたいですね。一応調べてみますけど、多分そういうことみたいなんで。ああ、今出てたか。あれは石崎になってるから紅葉行くやつかな。久しぶりに、あ、ここ涼しいんだよ。そうだ、前ここは涼しすぎてえらい長いことずっとおった記憶ありますけど、この教室なんか椅子の数減りました。こんなもんでしたっけ。で、47分にスーパージェットがあるな。スーパージェット持ってみたのかな。47分、あ、ちょっと時間あるか。16分、25分、これよこはギリこう持ってくか。よいしょ、あの行くよりもね、もうね、雇用校に乗ってね、乗っちゃったから楽しいですからね。あ、新しいなってる。どこにいる？平日やってないやつだね。で、確か雇用こっちだよな。あんまり来てないのか。結構もう出発。9時25分だよ。6分前なんやけど、あ、ちょうど来てる、ちょうど来てる。そうだ、いつもギリギリ、この前の時もギリギリでしたもんね。さすがに何回か来てるんで、2回には慣れたもんですね。よし、ご乗船のお客様は第一桟橋、
ちらの乗り場へお越しください。ちなみにここも桟橋なんで、もう揺れますからね。久しぶりじゃない、田島。Uh-huh.